はい、こんにちは、メヒスでございます。皆さん、お元気でございますか？今日はね、雨です。雨の土曜日ですね。It's a rainy day ということですね。何を言ってるんでしょうかね。よくわかんないですけどね。まあ、雨でね、まあ、ちょっと、まあ、気圧のせいでちょっとしんどいのと、まあ、今日、めでたく、この間言ったかな？まあ、トイレとですね、トイレの便座が割れまして、お食事中の方は申し訳ございませんが、トイレの便座が割れちゃって、で、もう、改装した時に、買った超高級なおトイレのが8年使ったんですけど、とうとう割れてしまいまして、便座がね。で、あと水漏れとかもしてて、ちょっと故障もしてたんですよね。それはちょっと見ないふりしててずっと使ってて、まあ、結構長いこと水漏れしてたのかもしれない。で、やっとね、今回便座が割れたの、取り替えたんですよ、トイレを。で、工事中でして、もう朝から起きて、今日の8時半からトイレ工事だったので、早いのにトイレ工事に来られてですね、1時間ぐらいでもうすぐ取り替えられましたけどね。まあ、めでたく新しいトイレだけど、今はね、タンクレスだったんですけど、タンクのないトイレだったんですけど、あれね、故障すると取り替えのもう全特価になるんで、30万以上かかるんですよね、実は。故障すると、もうちょっとランニングコストっていうのは何でも考えなかなと思ってるけど、笑われたけどね、ランニングコストって言ったら、もう本当にね、買うときによう考えなかなって。で、まあ、新しくしたのは、もう新しくっていうか、まあ古いやつももうタンクありの、タンクありでももう最上級の便座のやつ買っちゃって、いわゆるオート洗浄やったり、オートで開いたりとか、掃除しやすかったりとか、それと、なんていうんですか、パネルが壁に貼っついてるですね、あれにしたんですよ。そうすると値段がバン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 上がって、結局工事費込みで、20万円ぐらいになったな。もうあり方がちょっとね、私へそくってた部分がありまして、そこから出しましたけどね、ドーンと一括でお支払いしました。いやー、もうね、で、トイレが壊れると同時に、今度はクーラーのリモコンがいかれて、クーラー本体は無事なんですよ。クーラーは18年使ってます。で、18年前にすっげー一番高いやつ買ったんですよね。そのいいやつが欲しいということで、そのダイキンなんですけど、ダイキンさんがね、すごいクーラー出してるからね、今度壊れたらそれ買いたいなと思って、ちゃんと空気洗浄もしてくれるやつとかね。高いと思うな、30万ぐらいするんじゃないですか。当時もだから、うちのフルクーラー22万ですからね、その当時で最高の値段だったから。でも18年持ってるからすごいですよ、クーラーで18年って言ったらね。え、そういうことでね、まあ、リモコンの方も、まあ、新しくちょっと取り寄せっていうことになりまして、取り寄せてもらってるんですけど、近所の電気屋さんにお願いしてね、で、リモコンは、まあ、その会社ごとの信号があるんで、会社ごとのリモコンで、まあ、普通のリモコンでも代用できるらしいんですけどね、その信号を入れないと動かないと思う。で、まあ、ちょっと電気屋さんに頼んで、その代替が来るまで、押せますよって、押して起動できますよって言ってたんですけど、つかなくってさ、もう送風しかならなくて、1日目はドライがついたんですけど、2日目はもう風のみだったんで、もうこれあかんわってことで、慌ててまた、何ですか、リモコンを、チャッチーやつありますけどって言って古いやつ持ってきてくださって、ダイキンさんのね。で、それで今ちょっと代替でつけたり消したりしてるんですけど、うちの長女をちょっと実家に避難させましたんで、トイレ工事のために。まあ、それでちょっと、まあ、ここはもうすごいいい、クーラーがあるんでいいんですけど、まあ大変ですね。家電製品って壊れる時バタバタっといきますよね。多分購入した時期が同じっていうのもあるんだと思うんですけどね。まあ、だから次行かれるとしたら、なんで俺冷蔵庫かなと思って、すごく。でもトイレってね、トイレ、洗濯機、冷蔵庫、まあ、一番困るのはまず一番冷蔵庫だと思うんですけど、トイレ、冷蔵庫どっちかな。みんなにさんにとってどうです、トイレと冷蔵庫どっち大事かなみたいな感じ。主婦の人は、ね、悩みで、これトイレは即使えないともう本当に家族全員困るんで、むちゃ特に長女、自閉症の長女がもうトイレすごいこだわりあるんで、だからそれでね、高級便座にしちゃったんですけどね、高い便座に取り替える時もめっちゃ高いよみたいな感じにしちゃった。まあね、もう嫌ならね、もう主婦にとってはこう生活必需品がいかれるのって嫌ですよね。何の話をしてるんでしょう。でも、まあ、主婦の方ちょっとあるあるの話だと思うんです。もう困るよね、本当に。もう病気も困るけども、家電製品の壊れるのにもう超困るし、いや、クーラーのリモコンがいかれるのびっくりしましたよ。何にっちもさっちもどうしようもならない。もう今時のクーラーってほら、もう本体でちょっとつける消すぐらいしかできないの。あれ、何とかしてほしいね、メーカーさんね。ちゃんと本体でも使えるようにしてほしいですよね。なんか新しいのはそうなってるのかな、よくわかんないんだけど。
まあ、というわけでですね、今回私が何をやりたいのかというと、テレビドラマのテーマソングでした、あの10フィートさんの青という曲をやります。ちょっとね自信ないんですけどね、ちょっと練習もいまいちできてないかな、そのまあちょっとバタバタしてたんですよ、トイレ騒動とかでできて、ちょっとね歌がねちょっと自信ないんですけど、歌の方が自信ないんですよ、ギター自信ないの当たり前なんですけどね。これはですね、あれですよ、テレビ東京でやってましたバイプレイヤーズっていうドラマですね。映画にもなりましたけどね、あれですよ、いっぱい松重豊さんであるとか三石健さんとか、いわゆる脇役っていう名優たちを集めて、もう大量の名優たちを集めて、毎回毎回すごい人が出てて、私的にね、主演級の人は、まあ、向井治君は出てたかな、向井治君以外は本当にドラマの脇役の滝藤健一さんとかね、ドラマの脇を固めるようなすごい人たちが出てて、田口智郎さんも出たしね、もうとにかくあーあーっていう人がいっぱい出てて、もともとは大杉蓮さんが入ってるバイプレイヤーズっていうAmazonのね、Amazonプライムのオリジナルドラマだったんですけど、まあ、大杉蓮さんが亡くなって休止されたということ、休止されたということで、まあ、撮り直したんですよね。でも根本からなしも変えたみたいで、で結構ね大杉蓮さんがいた時に撮りだめしてたやつがあったみたいで、その最後の最終回にちょっと出てきましたね、大杉蓮さんの姿が。でもなんか涙出そうになっちゃった。大杉蓮さん大好きだったんですよね。もうゴチにも出てたしね、もうすごい国民的な俳優でしたんでね、もう本当に惜しい話で。で、まあ、今回それのオープニングソングですね、青、はい、やると思うので、10フィートさんの青これやりたいなと思ったんですけど、Uフレットにコードが出てなくて、ちょっと諦めつつあって、いやもうちょっとできないかなと思って、もうそしたら急に出てましてね、出るんですね後になってね、コード、あこれいけそうかなと思って 見る人いるかなと思って、そういうことで今回は青をちょっとやりたいと思います。I'm not afraid to die.
けで、もう本当にね、原曲聴いたら違うぞって思うと思うかもしれないんですけども、一人弾きするとこんな感じの寂しい感じになっちゃいますね。やっぱドラムがねあるとね、ちょっと肩つくすんでしょうけど、私何やってんだろう、難しいっすわ。で、10フィードさんの原曲キーなんですよ。で、U フレットのコードも結構簡単コードで、まあ、ソロ弾きのとこなんかほとんどできないし、まあ、ソロ弾きできないんでね、ほとんど。はい。というわけで、ちょっと曲も、まあ、なんとか歌えたので、ちょっと今回いけたかなって、まあ、ちょっと自分に甘く優しく、やっと歌いたいと思います。これもちょっと長いこと練習してたんですけど、なかなかちょっとこう、蔵出しができませんで、もうこれで練習してたんかいって感じなんですけど、ちょっと、ギターがね、望むような音が出なくて、本当にちょっとね苦労しました。今回なんかこれこの曲だから出ないのか、もともと出ないのかね、なんか音が変だなとか思って弾き方が悪いかね、弾き方が悪いかもしれません。もうとりあえずそこら辺はよくわかんない。はい、というわけで今回はね、テンフィートさんの青、カタカナで青っていう曲でしたね。いっぺんちょっと聴いてみてください。非常にいい曲なんで、結構ストレートシンプルですよね。昔のロッキンジャパンフェス8年前ぐらいのやつから見たら、もちろんほんとテンフィートさん出てて、リバなんかリバ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 リいう歌を歌ってらっしゃって、あ、この曲聞いたことあるわとか言って、で、まあそのテンフィートさんの話であれなんですけど、ボーカルのダクマさんがエレカシのファンで、あれだな、エレカシのトリビュートアルバムでもエレカシ歌ってましたね。小屋の好きなようにやってたのかな。で、その、まあ、気になったのはダクマさんのギター位置がねすっげー低いんです。もうここら辺、ここら辺だ、もう膝のあたりで弾いてたね。こうデーンと長く伸ばして、こう、まあ言うたらここら辺でよう弾けるなとかね、あんないいですよ。私もこっち上の方ですから、こんな上の方で弾いてるから無理でしょうとか思って、と思って振り返って、なんか椎名林檎ちゃんの昔のね、ライブ見たら、椎名林檎ちゃんはこう内股になってこうなってるんですか、どういう弾き方、どういう歌い方みたいな感じ、警告だったかな、警告を思い浮かべるのに こんな感じで弾いてた。で、ちなみにエリカ・シュシコはこうですけどね、こうこうこう、もうとりあえず最初からこうね、足がこうなってる、しんどい、今やっただけでちょっと足つりそうイベントの皆さん、イベントの皆さん、エリカ・シュのビデオとか見てると必ず石君はこういうちょっとストロングスタイルで、足バッてくれてね、ストロングスタイルで弾いてますから、ぜひ見てください。というわけで今回はですね、まぁ、ちょっと自信なかったんですけど、ギター的にも全然自信なくていいんですけど、テンフィートさんの青を言ってみました。まあね、主婦の皆さんね、もう家庭製品が壊れると、なんかもう主婦は疲れるね。なんか、心が壊れるより家電が壊れる方が心痛むみたいな感じで。そうですね、家族の病気と家電が壊れることはね、本当に疲れます。はい。ということでございました。今回はちょっと長くなりましたけどね、今回はテンフィートさんの青をちょっとやってみましたね。それではね、最後までくだらないおしゃべりをお付き合いいただきまして、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではですね、また気が向きましたら登録の方ね、パチパチってやっていただければ非常に嬉しいかなと思います。はい、それではそういうわけで、まためぐみでございましたが、それでは次の曲でまたお会いいたしましょう。じゃあねー。